穂積氏は穂積を氏の名とする氏族。姓ははじめ穂積氏。後に穂積屋村。大和国山部郡穂積雄および重子郡穂積雄を本拠地とした有力な豪族で、神武天皇よりも前に大和入りをした。にぎはや非命が祖先と伝わる神別氏族。物の部氏族の政党とされ、熊野国造家や松良国造家とは同祖とされる。 子孫の一部は、鈴木を称し、藤代鈴木氏として続いた。保住氏は、逃げ早日の後栄である大水口すくねを演祖とする。大水口すくねのこと伝わる立て押し山水根は、古事記に、保住氏祖と記され、娘のおとたち花姫は、日本穂高の日となった。また、日本書紀に記される、保住しの山すくも、県押氏山水根と同一人物とされ。 娘の弟在いらつめは、聖武天皇の日となり、若屋月を生んだとされる。剣押し山水根の子、大木別水根の子である、穂積誠都の代に、穂積姓を賜ったという伝承を持ち、姓は真であった。天武十三年十一月には、発色の生聖天に、伴い五十二死の一つとして、穂積屋村姓を賜った。 経図学者の方が年寄しの説によれば、保住の死は、出雲関、和二関、津関、安曇野などの例から見て、原始的生死であり、物部氏も元は、保住市で本州は、保住神であって、豪族系のお店を持っていた。保住市の衣装地、奈良県四季郡田原本町保住は、弥生時代の唐子、鍵遺跡の南西近隣に位置し、鈴木新年の、 死略名将訓義では、にぎは早日命の子、馬島遅命は、山和国十四軍にいて天皇に、天遂法を建じ、この政党は、道軍穂積里にいて、穂積の姓を追いそれより、物のべ氏などが分かれたとし、物のべ氏族の政党は、穂積氏としている。子祖、穂積誠が、穂積姓を賜り、弟である、カニイニシエは、身の穂積部の祖となった。 松の子には、安倍、宮で、田佐、高夫とがいたと伝わる。穂積氏の具体的な活動が記述されるのは、松の夜社後にあたる六世紀前半の穂積押山からで、ある。慶大天皇に仕えた穂積押山は、蘇我漢氏の娘、弟名び姫を妻とし、慶大六年に、九だらへの使者に任命されて、美花に駐在して、美花からのの国主となり、 三間名のうち四県のくだらへの活用に尽力したと、される。穂ズ吉山の子である、穂ズ和ワ弓は、近明16年7月4日に、蘇我稲目とと共に、キビ国の五軍に赴き、白井宮家を設置した。穂ズ和ワ弓の子である、穂ズミ足は、水湖8年2月に、三間名日本府救援のため、進む白木副将軍に任じられて約一万の、軍勢を引き、 白木に出兵、五つの城を攻略して、白木を降伏させた。飛鳥時代の穂積区位は、昇仏した大戦上となり、大化元年に、東国の国士に任命されたほか、大化五年には、謀反の権威がかかった右大臣、曽我倉の山田石川のマロの逃亡先の山田寺を、軍病を率いて包囲し、すでに自害していた石川のマロの首を切り落とさせた。 穂積みの子には、天武元年の人心の乱で、大見法の武将であった、穂積みむで、穂積五百氏の兄弟がおり、はじめ大友美子のために、兵力の動員を行う使者になったが、兄のむかでが殺され軍の指揮権を奪われると、大天王子に従った。天武十三年の発色の生成定に伴い、穂積氏は五十二氏の一つとして、阿蘇生を賜り、穂積み氏まろ、 穂積とうあし、ほずみのさりょが、阿そ政に改正した。また、じと五5年に、先祖の墓木を植え進むするよう命じられた18氏の、中に、穂積氏も含まれており、後に、日本初期の元となった。文武4年、穂積農のおみさりょは、氏の縁の行者とともに、相模国足柄下郡を訪れ恩妙の秘宝をもって、この神社を創始したとされ、このとき、 当地で見出した、霊妙なる薬刀が、現在の湯河原温泉であると伝わる。奈良時代の官人、保住郎は、保住栗の彦で、大宝三年に、三陽道巡察士を命じられ、和道三年一月一日には、左将軍、大友旅人の下副将軍として、騎兵、早と、江空を率いて行進した。養老二年、 藤原睦ちが式部教に就任した際、式部大助となる。養老6年に、不敬の罪で、佐渡島に入るされるが、天平12年に、御社で入教を許された。その後、天平16年の南馬経営選挙の際、国敬の留守官を任され、天平商法1年8月に死去。この時、大倉大助生後以上、 ほずみのおみやの子である、ほずみしのぶまは、外1七以上となり、初めて、熊野早玉大社のネギに任じられ、この職は、子孫が世襲した。ほずみざいまは、小六くらい家訓八頭となり、後任三年に、大鳥居側に、田地からおの人を鎮座したて祀った。その後、奇襲熊野系のほずみ氏は、ほずみ国沖の子、鈴木元幸の代に鈴木を称し、 藤代鈴木氏として続いた。また、宇氏、し、江野元氏も、穂積氏の分流と伝わり、熊野三党を形成した。穂積氏の子孫として、藤代鈴木氏や、その分家筋などがある。また、伊予国の旧宇和島藩氏、穂積家出身で、日本民法典の起草者である、穂積の武士毛も、この穂積氏の血統であると言われている。石切剣屋神社の社家である。 小津氏は、穂津氏の末裔とされる。穂津を生とする氏族は、穂津屋村以外にも、関武兵氏北条氏流、関武兵氏千葉氏流、藤原北家秀里流などがある。方賀俊夫編著、古代氏族系譜修正中間 1214p、方賀俊夫、天孫本義物のべ氏系譜の検討、小木則り夫様、ふ2008年。 古代氏族系府修正上館。この神社。古神道総一支集、天遊氏公式ホームページ神社案内。塩見とした年谷信義編。日本の法学者法学セミナー増刊99ページ。宗教者改革の会。イコマの神々。現代都市の民族宗教創原者、1985年。ありがとうございます。